おはようございます。こんばんは。アイドル追っかけ YouTuber、ほうめいです。はい、今日はですね、アイドルニュースということですね、ちょっとした、アイドルのニュースをお届けしたいと思います。はい、ちょっとね、うちの知り合いがですね、結局、ゆうくんの推しのツインクルさんってどうなったんですかねっていうあれがあったんで、まあ、じゃあこのネタをやりますかとゆうくんからのあれでですね、はい、したいと思います。まあね、ツインクルファンだったら知ってる方もおられると思いますけど、まあツインクルファンじゃない方は、どうなったんだっていうことでもありますんで、まあ知らない人がね、いたら一応お伝えしたいと思います。はい、ツインクルの一応みーちゃんはですね、この間ですね、何時だったかな、撮影会をちょっとされたみたいですけど、まあ個人での人には、みーちゃんの撮影会がありまして、あとですね、さっきぴょんとさっくんなんですけども、まあどうなったかというと、さっきぴょんは、まあ変わらずというか、アイドルかつ元アイドルという子たちで、この間ですね、ツイッターも、ちょっと見ました。はい。それでですね、サックなんですけども、ですね、まあ、ご存知の通り、SKU48、こちらの方にですね、研究生としてですね、入れられました。はい。ということですね。すごいですね。はい。これからもね、センターになったらいいことですね。はい。嬉しいことです。あとですね、まあ、うちの動画では、アップしたことないんですけど、この間ね、紹介したこちらのね、スタマガフィールっていうこの雑誌。この中にね、一応、専属モデルとしてね、映っている、ですね、石松ゆいなさん。っていう方、10歳ですね。こちら九州の方で活躍されてた方で、あと、ダブルピースっていうね、ところで所属しておられまして、ま、この子が、あれですね、HKT48 の6期生ということで、はい、こちらも入りました。あとですね、まあ、他の動きとしまして、まあ、アクターズスクールね、広島から、こちらもですね、何人か、あれですね、この間4月に発表会、春の発表会があったんですけど、もうその子、本当はね、3月にね、発表会が、ある予定だったんですけども、ちょっと延期の1ヶ月先になりまして、もうその時点でまあ入ってはいらっしゃったんですけどね、4人だったかな、STU40、こちらの方に研究生かな、として4人が入ってるということもありましたんで、はい、そういうことでございます。まあだからね、まあ各地でですね、ローカルアイドルたちがですね、動きがありまして、そういう大手メジャーの方に、入ったと、そういうことがあります。だからですね、どこでも誰がどういうふうな形で、アイドルになっていくか、メジャーのアイドルになっていくかちょっとわからないのでですね、皆さんもね、どんどんライブ行って、ね、ライブに行ってですね、物販とか行ってですね、ツーショットのチェキでもいいですし、お話しされてもいいですし、グッズを買うのでもいいですし、ね、非常にですね、将来が楽しみです。はい。ね、本当にビッグスターでもなってね、こう、何々ちゃんとツーショットだよ、みたいな、こんな、お宝になりますよ。はい。そんなこともありますね。はい。ああ、そうそう。そうそう。さっき強調してた、この、シャツ。T シャツ。はい。こちらですね。アビスの T シャツでございます。はい。これはちょっと、本当に、紹介しとかなきゃいけません。アビス T シャツです。はい。まずですね、うちの動画ではですね、ライブ映像を流してないんですけども、一応ね、今3つ上がってるのかな、動画が。はい。ショート、YouTube ショートの動画と、あと撮影会ね。岡山の方でのイチゴ狩りの分と、姫川奈緒さん、奈緒奈さんの、
何？撮影会ですね。これは上がってます。はい。なので、新田幸乃さんと姫川直奈さんの、この、グループ、新しいグループ、アビス。こちらもですね、ぜひですね、お近くの方、まあ、お近くじゃない方もですね、ぜひですね、いろいろチェックしてですね、実際のライブの方出かけて、楽しまれてはどう、いかがでしょうかね。はい。なかなかうちのチャンネルでは、ライブがね、なかなかね、ライブ映像撮れないんですけど、はい。またね、上げれるようになったら、上げて、ご紹介しますんで、はい。いや、そんな待っとられないっていう方はですね、ぜひですね、その足でですね、ライブの方、行かれてみてはいかがでしょうか。はい、ということです。はい、以上、今回のアイドルニュースでございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。